また今日も変わらない毎日が始まろうとしている。明けない夜はないって言うけれど、明けてほしくない夜もある。また同じような明日になるのが怖くて、そして面倒なんだ。兄ちゃん、兄ちゃん、学校行かないの？かける、あんたまた押し入れで寝てたでしょ。猫じゃるまいしさ、どうしてあんな狭いとこが好きなのかね。大人は何でも理由をつけたがる。たとえ理由があったとしてもうまく説明できないし、説明したくない時もある。ごちそうさま。え？もういいの？また今日も変わらない毎日の始まり。
変わらない毎日、変わり映えのない毎日の始まりになるはずだった。そしてこれが僕とミーが初めて会った瞬間だった。はいはい、静かに。ということで滝本瑞穂さんだ。みんな仲良くな。ほらほら、みんな拍手拍手。じゃあ滝本、お前あそこの席な。さあこのまま授業始めるぞ。おい、教科書出せ。今日はこの前の続きからな。やるぞ。応急手当の意義と手順、54ページ。滝本さんだよね。なんて呼べばいい？前のところではなんて呼ばれてた？ねえ、聞こえてる？田舎者のうちらとは話できないってこと？もういいよ、行こう。ここって君の特等席だったんだ。ねえ、君名前なんていうの？座席を飛んでっちゃったからさ、わかんないんだ。ねえ、ねえねえ、何聞いてんの？朝も聞いてたよね。ねえ、なんだよ。なんか話せるんじゃん。やめろよ。
何？また喋った、うん、ねえ、なんでクラスで喋んないの？なんでイヤホンだけつけてんの？いや、やめた。だってさ、大人は何でも理由をつけたがるでしょ。あってもうまく説明できないのにさ。私は大人じゃないから理由いらないし。だからやめやめ。は？何？そっちは？ん？なんで女子と喋んなかったの？だって興味ないし。それで無視するっていうならすればいいじゃん。変なやつ。君もね。ミー。え？私のことミーって呼んでよ。何それ？ムーミンに出てくる女の子。好きなんだ。うん。あー、そうか。何かに似てるなと思ってたけど、君はスヌスムムリクみたいだよね。え？スヌス…スヌスムムリク。スヌスムムリク。何それ？教えなーい。は？何それ？何なの？そうねー。なあってば。はい、運転に集中。自由と孤独と音楽を愛するスナフキン、本名をスヌスムムリク。変な名前。ミー、怖いもの知らずで誰に対しても思ったことをズバズバ言う。立ってるし。兄ちゃん、ご飯。転校生の話聞いた？なんか親が借金作って逃げてきたらしいの。マジで？だってさ、普通この時期転校してこなくない？もう超ダサい。だからいつもそう来てる。
私が老いた。だって本当に似てるから。ピアノやる人なんだ。昔ね。今はやらないの？ピアノ家にないから。どっか行っちゃった。私の机見た？どこ行っても子供のやつっているよね。あのさ、本当だよ。お父さんのせいで日本中逃げ回ってる。それで今回はここ。もうホームルーム始まるよ。はーい、今行きます。かける、ギター？うん、父さんのだって。そっか。なんで私？え？なんで私にその話したの？他に話す人いないし。だったね。大丈夫だ少年よ、私も君しかいないから。音楽好きなんでしょ？君は好きじゃないのかい？まあ、別に。スネスムムリクのくせに。バンド。え？バンドやるよ。ただいま。おかえり。お邪魔します。あら、あった。あら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 。友達。滝本瑞穂と申します。お邪魔します。あ、
ち。だから嫌だったんだよ、うちは。そっちの家にすればいいだろ。いいじゃん、別に。申します、だってさ。一応ね。行って。あ、これ？うん。よくできるね、そんなこと。前の前の学校の授業でやったから。あれ、前の前の、前の学校だったっけな。それとも、何、どうしたの。いや、別に。あ、そう。できた。すごいね。結構覚えてるもんだね。はい。え、弾いてくんないの。チューニングのとこまでしかいなかったから無理。じゃあどうやって練習すんの。お、いいものあるじゃん。ん、ただいま。なんだ。静か。うん、ないないない。え、無理だよ無理。真似する、さっさと。はい。抑えてるとこ全然違うさ。無理だよ。今です。やっぱりさ、もう一つ楽器欲しいよね。ピアノは得意でしょ。まあそうだけど思ってないしさ。父さんに聞いてみようか。電子ピアノだったら父さんの知り合いが持ってるかもしれないから。本当？うん。いいねいいね、なんか楽しくなってきたね。うん。あ、今間があった。気に入らないの。だってさ。何。いや、いい。ふーわ、男らしくないな。もうそっちが男らしいんだよ。はぁ、こんな美女捕まえといて。捕まえた覚えはない。捕まえられた覚えはあるけどさ。おー、なんか生意気。何笑ってんのよ。別に。なんかムカつく。くた。Thank you.
いや、その何なの。いや、母さんが今日夕飯に呼べって。え、母さんが今日夕飯に呼べって。私だから嫌だったんだ。うちはお邪魔させていただきますよ。あげる、これ運んでくれる。あ、私手伝います。いいの、はい、じゃあ運んでもらっちゃおうかな。ねえ、兄ちゃんの彼女なの。バカちげえ。ふちょっと何やってんのよ。お父さん助けて。ほらほら、熱いの来るからね。熱いの。みずもちゃん座って。はい、熱いの来るから。ほらね、あったんだよ。じゃーん。タケルの親父さんの頼みだし、ただで譲ってやらないこともないけども、で一つだけ条件がある。条件、うん、演奏できるようになったらさ、うちでライブやってる。ライブ、ちょっとそれはやる、絶対やる。おじい、もうそれいいね。ハードロックでもやってくれたらいい手つぼれそうなんだけどな。余裕だね。でもお前らにできんのかよ。大丈夫ね。若いっていいね。あ、それの、いやー、ちょっと待って待って、親っぱねの1万8000円でー。いや、ちょっと俺今よそ見してたんだから、今なしでしょうが、今のはさ、ちょっとね、ちょっと待って、待って、待って、やっぱ無理だよ。何が？人前で演奏するなんて。大丈夫、うちらならできるよ、大丈夫大丈夫。ここはこれこれ、この音。あ、そう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 。次こっからずっと。せーの。ここから、
ねえ、どうしたの？これにしよう。え？オーディション？もう決めたから。オリジナル曲って書いてあるよ。うん。うんってどうすんの？もちろん作るよ。誰が？え？僕？そう、君。無理無理無理。大丈夫、君ならできる。大丈夫。なんか先生みたいな言い方。まあ私は生徒を褒めて伸ばすタイプだから。何それ。危ないよ。危ないって。あ、何あれ。え？管制塔？ああ、展望台だよ。街が一望できるんだ。あれだけの遠足みたいだね。あ、見えた。管制塔に見える。管制塔？旅人の未来を見守る管制塔。旅人の未来を管制塔だけは見守り続けるんだ。
こはさ、日本の最果てだけど、世界の果てってあるのかな。たまに思う。このまま世界の果てまで逃げ続けたら、私はもうどこにも行かなくていいのかなって。ずっとここにいればいいよ。いればいい。でもまたきっと出ていくかもしれない。世界の果てまで逃げ続けて、そしたらまたここに戻ってこれるかな。この完成と目印にすれば戻ってこれる。世界の果てからは見えないかもな。じゃあここに目印の目印つけといてやるよ。帰る場所を見失わないように。くっさいセリじゃあまた。家まで送るよ。いい、一人で帰れる。じゃあね。みー。初めて呼んだね、みーって。また明日。うん、明日ね。それからはミーと過ごす変わらない毎日が続いた。一緒に音を奏で、一緒に音を真似た。こんな時間にすいません、でも夜が長すぎたので、君の声聞きたくなったよ。寝ぼけた声で笑ってよ。ほらスズメが鳴いて、話してよ。そしてそんな日々がずっと続くと思っていた。危ね、危ね、危ね。あ、そうだ、そろそろデモテープ取んないと締め切り間に合わないよ。
え？まだ早いよ、デモテープなんて。それにまだ曲できてないし。でももう少しなんでしょ？うん、多分。大丈夫、君ならできるよ。うん、ミートならね。プロポーズみたい。違うよ。もう少しだけいさせてくださいよ。金がねえんだったら飲みに行くんじゃねえ。なんだ。お父さん。ごめん、帰る。壊れた水車小屋で、宝珠はそこにたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったり、キャベジの虫を拾ったりして。それからミーは学校へも練習にも顔を出さなくなった。ミーが来るまではずっと一人だったのに、ミーがいなくなった僕は何をしていいのかわからなかった。持ってってくれるやつ。誰も行きません。おい、誰か。オフした。じゃあ頼んだぞ。
すいません、すいません。みなんのよ。これ先生が。あのさ、できたんだ曲。見てほしいんだ、弾いてほしいんだ。見ない、弾かない。なんで。見ないったら見ない。言い出したの私だよ。でも見ない、弾かない。こんなことしたって何にもならない。くだらない、くだらない、全部くだらない、くだらないよ。どうしたの？さあ。かける。なんか来たんか。どうした？今日は一人か。遠い目を知ってる僕の顔を
て飛ばされた君の帽子を追いかけた望んだ未来が来るのかって不安でいつでも僕ら少し震えてた僕らが飛ばした希望の紙飛行機のこといつまでも君と話していられたらいいのに完成と僕らの飛ばした未来が見えるでしょう綺麗でしょうそいつを信じていたいんだ完成と僕らの描いた未来がいつの日か来るんでしょうそれを待っているんだから昨日引っ越すって連絡があった突然で挨拶ができないけれど結構楽しかったって言ってたぞちゃん、兄ちゃん、行かないの？今行く。変わらない毎日、変わり映えのない日常、そんな僕に光を照らしてくれたのは他の誰でもないミーだった。
だけど僕はそんなミーの光にはなれなかったんだ。とこ旅してて僕はこの町しか知らない。どこへだって行けるよ君は。もともと君は旅人なんだからさ。スムスムに行く。目印の目印。僕は本当に無力な15歳で、今ミーのためにできることといったら目印をつけることと歌い続けることしか思いつかなかった。東京ヘイムから全国38局に向けて届け中、スクールオブロック、校長の田山です。ロックのスペルは LOCK、 教頭の社だ。さあ今夜のスクールオブロックは10代アーティスト限定の夏スペース、先行ライオット出場者決定スペシャル。おい、いいよいいよ、もう最後の出場アーティストの発表となってきた。最後は北海道地区代表アーティストだ。来たー、行くぞ行くぞ。バンド名はスヌスス、スヌスムムリくん。ちょっとスヌスヌスなんすかこれ、暗号かなんか言いにくい。ちょっといや大変言いにくい。あ、でもメンバーからメッセージ届いてるわ。はい、ミーさんへ、うん、花丸ありがとう、うん、以上です。え、それだけ、これだけだね。え、また暗号。いや、花丸ありがとう。え、花丸って祝出場決定的なマーク的な。あー、そうか。いや、なんだろうでもね。違うか。え、なんだろう。まあまあまあ、まあいいか。まあ曲いきましょう、とりあえずね。はい、いきましょう。先行ライオット、北海道地区代表、スヌスムムリクで、完成と。風が吹いて
飛ばされた君の星を追いかけた。望んだ未来が来るのかって不安で、いつでも僕ら少し震えてた。僕らが飛ばした希望の紙飛行機のことを、いつまでも君と話していられたらいいのに。完成と僕らの飛ばした未来が見えるでしょう、綺麗でしょう、そいつを信じていたいんだ。完成とあの未来はもうすぐそこに来てるでしょう、僕らは待っている。光り輝く星、終わっていく時間と時代、近づいてくる未来、紙飛行機は飛んでゆく。完成と「きれいでしょ」